壁鉄は、日本の財務官僚、アメリカ公認会計士、ニューヨーク州弁護士。岸田文夫元外相と、岸田武雄の議定であり、壁爪夫元最高裁判事の老い。財務省大臣官房総括審議官、財務省理財局長を経て、国税庁長官。東京都出身。妻は岸田文夫内閣総理大臣の妹。おじは、壁爪夫元最高裁判事。 筑波大学附属小場高等学校卒業後、1985年3月、東京大学法学部卒業、旧大倉省入省。主計局が長く、児童手当関係担当主査、総務省行政管理局管理官、文部科学省担当主計官、厚生労働省担当主計官などを務めた。2002年から2006年まで外務省に出向し、 在米国大使館参事官を務め、投資家保護法の日本企業への適用をめぐり、外交交渉を行う。2011年財務省主計局総務課長。2013年財務省大臣、官房総合政策課長。2014年財務省大臣官房審議官。2015年主計局次長。2017年財務省大臣、官房総括審議官。 2018年事務次官候補として財務省理財局長につき森友学園問題で揺れる同局立て直しに従事2020年国税庁長官ありがとうございます